はい。どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えー、インディープさんがね、面白い記事を載せていたので、ちょっとご紹介いたします。はい。これね、まあ、どうなのかって感じです。まだまだわかりません。えー、なんかね、最近なんですけど、まあ、これね、とある方も配信されてたんですけど、体温がね、めっちゃありえないぐらい低くなってる方が、あ急増してるみたいですね。 なんか33度とか。はい、えー。基本的に36度以下は低体温なんですけど、これ33度ってあれですから、あの、山で遭難してね、あの、ちょっと、あの、まずい状態になっている時ですね。いわゆる塔ですね。塔の死に近い状態でございます。33度って。 なんでこんな低体温になっているのかっていうことをね、えー、ちょっと書いています。まあ、低体温っていうのは、まず免疫がね、えー、下がってしまいますので、本当にこれまずい状態なんですけど、33度っておかしすぎです。はい。えー、まあね、 あの、いわゆる、あの、手足が冷えるね、えー、とんでもなく冷える冷え症の人だったら、30、まあ、4度ぐらいまではね、えー、下がることがあるらしいんですけど、それにしたってね、33度っていうのはありえません。はい。えー、まあ、機械が嘘をこくはずはないので、はい。えー、33度っていうのはもしかしたら実際にそうねぐらいの体温になってしまってるのかもしれませんね。 はい。えー、ここでね、あの、実は分析してます。この、インディープさん。いわゆる、例のものをね、食べてね、えー、くと変わってしまった人たちですよね。はい。えー、で、でのトックストックスもしないでね。はい。くみっと、いっぱい食べてくみっと変わってしまった人たち。はい。えー、ある噂がありましたよね。あの、ヘビーってね。 ヘビーって、はい。はい。ヘビーっていう噂がありましたよね。もしかしたら、そういったね、ヘビーなね、えー、いわゆる D のね、え N のね、なんちゃらがね、えー、くみっとしちゃったのかもよってことで。まあ、皆さんもね、知ってるとは思うんですけど、まあ、うちの猫ちゃんなんかは、はい。 猫は、あれですからね、低体温ではありませんから。はい。えー、平熱が37度とかね、そのぐらいありますからね。37.5度ぐらいが猫のせいあの、平熱でございます。はい。それに対してね、爬虫類ですね、爬虫類。はい。はい。えー、爬虫類はね、えー、低体温なんですよ。わかりますよね、これはね。はい。 え多分、爬虫類ですね。ヘビーとかねえ。33度ぐらいだったんじゃないんでしょうかね。はい。まあ、そういうことでね。爬虫類ですね。はい、えー。例のレップンレップンもそうなのかもしれませんけどね。はい、えー。低体温です。もしかしたら、このね、爬虫類の何かがね、こう、胃のでんでんシッシーにね、 えー、クミット買い替えってしちゃって、このようなね、低体温を引き起こしているのかもしれないと。はい。え、これただの憶測でございます。はい。えー、何の確証もございません。はい。えー、まあ、とにかく、とりあえずね、まあ、ありえない話ではないかなってちょっとだけ思いました。まあ、33度っていう体温がね、ありえませんから。はい。 えー、まあ、そういうことでございます。皆さん、体を温かくしましょうね。はい。えー、33度というとね、糖の死になってしまうね、体温なんです。はい。それでもね、平気で動きまが回っているっていうのは、ちょっとね、えー、異常な事態だと言わざるを得ませんね。はい。あのー、人の体温じゃありません。はい、えー。そういうことでございます。はい。まあ、そういうことでね。 体を温めるもの。チーズフォンデュですね。美味しそうですね。はい、チーズフォンデュに、こちらは、ね、あの、プディングですね。パンプディングです。あ、でもね、こちらお野菜とかで、えー、しょっぱく味付けたあパンプディングですね。どちらも熱々グラタンみたいな感じですね。温まりますよね。皆さん冬はね、えどうぞ温かいものを食べてね。 免疫を上げ上げしてください。よろしくお願いいたします。はい。沖縄おパパでした。こちらの記事も貼っておきますので、どうぞお読みになってくださいませ。